ホワイトアルバム28回目です。前回弥生さんルートが無事終わり、無事じゃない全然無事じゃなかったわ、深手を負ったわ今回から新しいキャラクター水木まなちゃんルートに進んでいこうかと思います。初めて家庭教師の仕事をちゃんとしようと思います。 JK だよ JK、 いいの JK に手を出しちゃって、ちょっと良くない、良くないよね。そもそも彼女いるんだよ。あ、でもそう、後から気づいたんですけど、唯一ユキとの接点がない女の子だなっていうのを思いましたね。接点がないからバレねえんじゃねえかっていうバレづらいっていう、ここ心置きなく浮気できるんじゃないかなっていうね、安心感がありますけどっていう、もうそういうことを考えちゃうのがもう、あ、今日か、今日家庭教師の日だ。毎週水曜日じゃない、いや水曜日は弥生さんにぬきぬきしてもらう日だからはい、金曜日ね、行きましょう、まなちゃんのお家。今日は家庭教師の日、初めて行くよ、まなちゃんの家庭教師イベント。誰も出ない、まあ平日だからしょうがない。自主登校なんて言ってもやっぱり受験生は学校に行って勉強するのが正しい。なんかまだあんまりまなちゃんのこと分かってないけど、ちょっと家庭に難ありみたいな感じの子なんだったっけ。じゃあまあ今日は夕方くらいまで時間を潰してもう一度ここに来ようか。帰ろうとした時、あ、かわいい、ドアが少しだけ開いて中からまなちゃんが顔を覗かせていた。あ、藤井さん。この子も BGM なごむわ前回までずっと不穏だったから不穏な空気ずっと、本当弥生さんすごかったよな。まなちゃんルートに進んでも水曜日は弥生さん来てくんねえかな、うちにホワイトアルバム出ちゃうから。一日中家にいたらしく完璧私服だ。いたんだ、いたんだったらすぐに出てくれてもいいのに。いるわよ、私の家なんだから。あ、閉められたちょっと不審者じゃないんだから、手出そうとしてるけど不審者じゃないんだから。ムッとしたみたいにまた家の中に入ってしまった。ごめん、そういう意味で言ったんじゃないんだ。俺は慌ててドアを叩く。じとめかわいいね。何してんの。冗談よ冗談。なんかでもこういうちょっとしたギャグ描写というか、こんなんもすごい久しぶりに感じるから、うわあ、別のゲームみたい、なんかバカじゃないのと彼女の目は言っている。かっこ悪ー、タッタタッタタパッ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 。さ、入って。あの BGM が頭で流れるな、トゥーハートの。お邪魔します。俺は少し決まりの悪さを感じながら靴を脱ぎ家に入った。でも本当に来たんだ藤井さん。本当に来たよ。椅子に腰をかけながら人をバカにするみたいに彼女は言った。そりゃ来るさ、頼まれた以上は家庭教師だからね俺は。うん、マジね。つっても27回ぶりぐらいに来たけどね、ここずっと無視してたけどね、まなちゃんのこと。本当に来るとは思ってなかったから。今日はまだ藤井さんの椅子とか用意してないんだ。うん、ベッドにでも座ってて。あ、うん、女の子のベッドに座る、女の子のベッドに座るのって慣れてないからちょっと緊張する何意識してんだ、トウヤ君気持ち悪いな。ましてそれほど親しくない子だとなおさら。しかも現役 JK のベッドですよ。犯罪だよ犯罪、もう通報しろ、今のうちに捕まえとけ、うん、でもさ、本当に今まで全員ユキ、尾形、リナ、弥生さんってやってきたけど、全員あのイチャラブチュッチュイベントがあったじゃないですか。まあ弥生さんはイチャラブというか、なんというか、うん、マナちゃんともそういう行為があるんですかね。どうなんだ、ホワイトアルバムやっちゃうんか、ホワイトアルバム出しちゃうんか。ん、ごめん、何の話それで今日は何、あ、何って、ごめんごめん、エロいこと考えてた。この間はこの仕事を引き受けるかどうか決めてなかったから、マナちゃんがどういう勉強をしているのか知らない。仕方ないから今日は俺が受験の時に使った参考書と問題集を引っ張り出してコピーをいくつか持ってきた。とりあえずこの問題をやってみて、その間に彼女の教科書なり何なりを見て今の学習過程を知ればいいだろう。いきなり筆記、最悪。この子口が悪いんだよな、小生意気なんだよな。何言ってんだよ、これはまなちゃんの学力を見るためのとかなんとか、俺は適当なことを言う。まなちゃんは不満そうに鼻を鳴らしたけど、すぐにおとなしく問題に取り組み始めた。このメス書きを分からせるっていう、お、いいね。
というかこの衣装こんなにミニスカだったんだ。ミニスカニーソ、あざとい格好してんな。ぜひねガラステーブルで勉強してほしいですね。トゥーハート伝統芸能テスト勉強、まあこれはテストじゃないけど勉強といえばガラステーブルだから。なるほどな。あ、なんかテーブルの上に写真、なんだろう、なんか飾られてますね。うん、太ももにばっか見れてそっちに目がいかなかったわ俺手近にあった教科書を一冊手に取ってめくってみる。マナちゃんさっぱり勉強してない。分野の初めの方の基礎の部分に少し折り目なんかがついているだけで教科書は全体的に真っ白で綺麗なままだ。真っ白で綺麗な教科書、基礎からかな。今基礎から始めるとして、もしもマナちゃんが大学に行くなんて言い始めたら大変なことになるな。つっても今まあもう11月で今3年生なんだよね。もう結構ギリギリだよとか思ってると、マナちゃんが俺をじっと見てることに気づいた。何よ。あ、なんでもないよ。俺も太もも見てただけだからJK の太もも見る機会なかなかないから、じっくりじっくりね。俺は何か悪いことでもしてみたいな気分になって慌てて教科書を元に戻した。俺はどうだっていいからさっさと終わらせて、わからないところとか飛ばしてもいいから。そんなのないわよ。そう言ってマナちゃんは無然と問題用紙の上にシャーペンを放り出した。あー、こらクソバカなの、マナちゃんクソバカなの、もしかして。言いかけて俺はその問題用紙に気づいた。回答欄が完璧に埋められている。さっと見た限りでは特に誤答は見当たらない。え、あれ、戸惑う俺にマナちゃんは、何、頭いいんだ、勝ち誇ったように言った。いや、ひょっとしてマナちゃんこの問題集持ってる。俺は持ってきた問題集を示す。そんなわけないじゃない、実力よ実力。頭いいんだ。大体こんなの人に解かせようと作られた問題じゃない、解けない方がどうかしてるわよ。それはそうだけど、確か家庭教師センターから送られてきた簡単な資料には特別に成績がいいなんてことは書かれてなかったよな。それで、え、今日はこれでおしまい。あ、いや、まだあるよ。俺は笑うがきっぽかったけど、今度は口頭でランダムに出題してみることにした。しかもそれも態度は最悪だったけどほぼ完璧だった。あー、じゃあちゃんと勉強できる子なんだ。つまんない。だらしなく足をバタつかせるマナちゃん、大人げないのが当たり前っぽく見えるから立ちが悪い。つまんないって、勉強ってつまんないもんなんだからさ。そうだけど。マナちゃんは不満そうに口を尖らせる。今日はもうやめにしない？の？よし、やめだ。ダメ、続ける。マナちゃん的には上の方がいいよな、絶対。でもちゃんと先生をやるっていうんだったら、ダメ、続けるもありだとは思う。んー、でも好感度を上げるか。よし、やめだ。やめちゃうか、なんか勉強できるみたいだし。あー、でもこれで合ってるっぽい。今日はもうやめにしちゃっていいかな。やった。おー、かわいい、初めて笑ってくれた。いいね、マナちゃん。マナちゃんは喜んでさっさと筆記用具を片付け始める。なんだか釈然としないけど、ここまで完璧な学力を見せつけられてこれ以上やれることなんてない。今度来るときちゃんとメニューを組んでこなきゃ。さてと、誰だっけ、声優さんが確か有名な方でしたよね。早見じゃないや、あ、戸松遥さんだ。戸松遥さん、あー、アナルだあの花のね、あの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないの。安城なる子ちゃんね。アナルですよね。アナルね彼女は椅子から立ち上がり、壁際の小さなコンポのスイッチを入れる。あ、あのピンクのやつかな。スピーカーからポップな音楽が流れる。 CD じゃないな、 FM か、ラジオ。今日の一発目カラシマミネコじゃねえの、もしかして。ハートトゥーハート聞いてんの。昼下がりにぴったりな音楽に俺も少しくつろぐ。まあ今日は休日気分を味わってもいいかな。休日、考えてみたら今日は平日じゃないか。この日に学校へも行かないで勉強もしないで何ラジオなんか聞いてんだ、この子は。ねえ、マナちゃん。ん？学校は？ちょっと沈黙。自主休校。いくらそうだからって受験生なんだし。うるさいよね。ちゃんと勉強ができるんだからいいじゃない、それで。さっきのテストってそのためにやったんでしょ。
ちゃんとできたんだから文句はないでしょ。文句はないけど。何？じとめいいな、マナちゃん。いや、彼女に説教できる身分でもないし。いいわよ。もう少ししたら買い物にでも出かけるから、一日中家の中になんて閉じこもらないわよ。そういう話でもないんだけど。そんなでお母さんとかから何も言われない？言わないわよ、私になって。あ、ほら、やっぱなんか家庭に難ありだよ。親に見放されてる的な。曲の切れ目に彼女は少しだけうなだれる。ちょっと黙っててよ、藤井さん。曲聞こえないよ。もしかして流れてる曲が尾形里奈だったりしない？ごめん、サウンドオブデスティニー流れてない。少し立ち入りすぎたな。俺は素直に黙ってラジオに耳を傾ける。藤井さん。ふとマナちゃんが呼びかけた。ん？大学って楽しい？ああ、まあね。俺はただ曖昧に答えた。少しするとマナちゃんは、いいかな。あれ、どうかしたの？不意のことに俺は思わず彼女に尋ねる。そろそろ下校時間だからちょっと遊びに出るの。なんて言いながらマナちゃんは気取った風に俺を見る。それじゃ藤井さん、今日はお疲れ様でした。バイバイ。慣れるような勢いに俺は何も言えず、ただ彼女と一緒に家を出る。じゃあ行ってきます。さよなら藤井さん。机に向かってた時はあんな不機嫌だったのに、なんだか感情の変化が激しい子だ。俺は、あ、行きたい一緒に行きたいけどいいのかなすんげえ嫌がりそうなんだけど。でもそれじゃあさよならはちょっと寂しいよね。味気ないよね。いい？ついてっていい？あ、ピピロリになんなかったよ。これバズったかな。一緒に遊び行っていいかな。俺も結構暇なんだけど。この子この子は本当に、このメスが決め、分からせねばならぬ。思いっきりしかめ面をされてしまった。いっつもそんなことばっかりやってるんでしょ。ねえ、変態違うよ。ちょっとこんなところで変態なんて連発しないでくれ。お願いだから、捕まっちゃうよ。もう遊ぶって言っても私は普通に遊ぶんだから変な想像しないで。変な想像してねえよ。一緒にゲーセンとか行こうと思っただけだよ。この近くあるでしょ、トゥーハートの街なら。近くにゲーセンがさ。してないって。こんな勝手に暴走するあたり、なんとなくユキに似ているような。ユキに似てるか、ユキ。あーん、勘違い。最低最悪、どっか行っちゃえこれさ、やり直した方がいいかな。違うって。あ、もうそれじゃあ俺帰るから。じゃあまた今度。これ以上ここにいたら何を言われるかわからない。俺は早々にその場を立ち去った。これやり直す？帰った方がいい。ちょっと待って、あ、やり直せないじゃん。クイックロード、あー、これさ、変態呼ばわりされるのは相当好感度下がっちゃったんじゃないのかな。ちょっとまあ一番最初のイベントだし、タイトルに戻る。これクイックロードなんないもんな。タイトルに戻るで、やり直しか。やり直しだな。そうか、2回も選択肢が出てくるとは思わなかった。改めて始めから。なるほどな。まあでも一気に高速スキップができると思うんで。さっき誰だっけ、アキラに会いに行ったっけ、話しながら。そうか。でも今のところ読める感じとしては、そのマナちゃんのお家の何かの問題をこう片付けてあげるっていうのがテーマになるのかなっていう。あとなんかちょっとこうねじ曲がっちゃっている根性というか、そこら辺を正してあげる。なんか大学合格みたいのが目標になるのかななんて思うな。あ、でここは勉強なんてやめだ、ピンピロリン。でこの後ですね、ここはついていっちゃダメなんだ。それじゃあ、あれ、でもあれ、ピンピロリンになんない。今日はお疲れ様。どっちかっていうと俺の方が疲れたけどな。そんな風に思いながら俺はマナちゃんに手を振る。バイバイ。どうなんだこれ、いかにも解放されたって感じの笑顔だ。そんなに嫌だったのか。また今度ね。また来るの、ひょっ
して。来るよ、毎週来るよ、仕事ですから。俺はわざと固い口調で言ってやった。そうなんだ。今から疲れたみたいに肩を落とす彼女。でももし忙しかったらサボってもいいよ。いやもう毎週来る、毎日来るわ。じゃあ何言ってんだ。じゃあね、藤井さん。じゃ、なんか微妙だったな。別にこっちが正解ってわけでもないのか。でもまあ変態変態言われてない方がまだいいのかな。じゃあ美咲先輩にも第三のアイドルにも会えないから、ユキ会っておこう。何のパラメーターを上げていくのがいいかな。まあ無難に世間話、趣味、あ、趣味話せないじゃん。芸能とかはそんな関係なさそうなんだよな。文芸、まあじゃあ世間話でいいか。はい、この辺を挙げておきつつ、11月9日、あ、いる、繁華街、日曜日ふらついてますね。行きましょう。マナちゃん、もうひたすら JK を追いかけ続けますよ。趣味の会話だけしたのか。ああ、制服の話ね、あったね。じゃあちょっとそれをまずは消化しておいた方がいいか。趣味の話して、で制服が好きっていうのが一応ピンピロリンなんだよね。ピンピロリン、よし、 OK。 あ、これは、ああ、ユキがお家にやってきて一緒にやってくるのは水曜日の篠塚弥生。はじめまして。うわ、ではありません。弥生さんルートすごかったな。あの終わり方は本当になんかその篠塚弥生と申します。なんかもうどういう感情になっていいのかわからないんだよな。人みたいに扱うのはやめてよ。もうだってユキとさ普通に接していく。いやいや、あ、ごめんなさい、スキップしますね、ここね。難しかったわ、弥生さん。弥生さん心は本当に難解でしたね。でもなんか本当なんかこう普通のギャルゲとは一線を画す唯一無二のものはあるなっていうのは本当思いました。ホワイトアルバム、なんか回を重ねるごとにホワイトアルバムっていうゲームすごいなっていう。あ、今日は制服姿でいてくれている公園に行きましょう。何高校だったっけ、蛍ヶ崎高校とかだったっけ。あ、趣味、でもなんかちょっと別の会話したいな。恋バナ、あ、世間話言ってみるか。ねえ、家の人のこととか聞いていい？いや。あ、いやか。そうか。分かった、ごめん、聞かない。立ち入りすぎるのよくないもんな。へえ、素直。まあね、俺別にスパイじゃないし。まだちょっと警戒してるみたいだけど。あ、それだけか。今の切れ味よかったな。いやって。そっか、やっぱ家族のことはなかなかタブーだな。どうしよっかな。無難なアキラだな。とりあえずアキラに会っておけば何かしらパラメーターを伸ばせるんじゃないかっていう。あ、文芸が外れた。あ、でも文芸、あ、でもこれあれだな、アキラとあれだね、美術館行っちゃうイベントが発生しちゃうから、まあいいや、恋バナでもしておくか。マナちゃんと何の会話すればいいかわからんな。 JK の盛り上がる好きな話ってなんだ。お、繁華街にいるじゃん。ひたすら会いに行こう。マナちゃん、世間話、文芸、芸能、芸能聞いてみようかな。ちょっと芸能気になるな。音楽とかよく聞く方って部屋でも急にラジオとか聞き出したし、芸能行ってみよう。実はアイドルになりたいとか。あ、だったら、だとしたらちょっとね、ユキとか尾形プロダクションとなんか話がつながってくるかも。マナちゃんって音楽とかよく聞く方？うん、割とね。
例えば誰？あ、今の？それとも昔の？え、今の？昔の？そっくり同じ感じで聞き返してしまう俺。あのね、藤井さん、私こう見えてもオールディーズナンバーからコンテンポラリーまで一通り聞くんだ。よくわからん。どういうこと？なんかムッとしてる。聞かないのなんて演歌とビジュアル系くらいなの？ビジュアル系も聞きなよ。ペニシリン聞きなよ、ペニシリン。へえ、すごいんだな。でも聞くだけなんだからそんな威張らなくたって。だから適当に誰なんて聞かれたって。ああ、はいはい。俺自身の音楽に対するこだわりのなさが彼女のプライドかなをくすぐったらしい。じゃあ今の、そうだ、日本のポップスでアイドルとかは？アイドル？藤井さんの趣味？趣味っていうか、まあ付き合ってんすけどね。いいじゃない、別に俺のこだわりなんだから。で、誰が好き？うーん、おー、ありきたりだけど、尾形里奈ちゃんかな。さすがだね。ふーん、やっぱりりなちゃんこの世代の子には大人気みたいだ。あとは長岡。え、長岡、長岡志保。お、あ、やだ、ひょって長岡ってなんだよ。おい、志保アイドルになったの？何長岡って、何長岡って。いきなりまなちゃんはカバンからシステム手帳を取り出して乱暴にページをめくった。あ、やっぱりそう。え、長岡さんのシングル出る日じゃない。長岡って長岡志保以外にいる？長岡？そういうわけだから私 CD 屋さん行くね。バイバイ。いや、まあでも名字だけだから他人なんだろうけど、俺と話してるよりシングル CD の方がいいのか。思わず言い出しそうになったけど返ってくる答えが怖かったから言わないでおいた。今だったら確実に怖いの方の答えが返ってくる。分かったよ、じゃあね。なんかちょっとしたファンサービスなのかな。走ると転ぶよ。長岡、長岡っていうアイドルがいるんだ。でも志保もさ、路上でなんか歌ったりして、それぞれの明日へ。いや、でもアイドルデビューはさすがに。でもさ、なんだっけ、あのハートトゥーハート、からしまみねえ子のラジオにアイドルになりたいみたいなメールを送ってたっけ。え、いやいやいや、違うよ。でも志保はやっぱりジャーナリストになってると思うから、うん、まあ名字が被ってるだけで本当別人なんだろうけど、ちょっとビクッとしちゃったな。いいな、こういうファンサービスというか。今日家庭教師ですね、行きましょう。はい、長岡か、気になるな長岡。今日も誰も出ない。平日だし今日こそは学校に行っているのかな。いや、あの子のことだ。ひょっとしたら今日も家にいるのかもしれない。少しだけ待ってみよう。あ、またこの顔。ドアが開いて不審そうなマナちゃんが顔を出す。なんだか今日は一段と不機嫌そうだ。おはようマナちゃん。な。そう言うと急にドアを閉められた。え、俺なんかした？だけどチェーンを外す音とともにすぐにドアを開いてマナちゃんが中から現れた。チェーンかかってんじゃん。藤井さんだった。よかったって。聞いて、昨日ね、藤井さんと髪型が同じ人が来たの。え、私藤井さんだと思って出たら、それ百科事典のセールスだったのよ。はあ、髪型だけで。しばらく玄関で話し込まれちゃって、ほんとどうしてくれるの。知らないよ。髪型だけなのに。でね、おまけにお嬢ちゃんママいるなんて言うのよ。子供扱いされてる。え、信じらんないわよ。ママいるだってバッカじゃないの。あ、うんうん。なんだかとんでもない時に来ちゃったみたいだな。見た目だけなら小学生に見れるしな。今日は何？ナナちゃんと同じだからね、見た目だけなら。トゥーハート2の何って。分かってるわよ、冗談。本当に真面目。これほど印象の悪い真面目って言葉もこれまで聞いたことがない。ほら早く入って、寒いから。はい。やっぱり今日もやるの？まだ何もやってないうちからすでに飽きたみたいな声だ。私の優秀さはこの間証明したでしょ。気生意気なセリフだけどその通りだ。
でもこの間のは理系だったろ。今日は文系の筆記。文系？なんだかせこい。せこいってなんだよ。いいの、勉強ってのはそういうせこいもんなの。学問にロイヤルカードはないんだから文句を言わない。ちょっと違う気がするけど、俺はしばらく彼女をおとなしく机に貼り付けておくことに成功した。ああ、でまた太ももタイムだ。太ももジロジロ見てっから、勉強してる間。でもあの机の上のさ、写真だよね。まさかあれが長岡じゃねえだろうな。気になるな、長岡気になるな。わからないところあったら何でも聞いて。いやいやながらも、それでも問題用紙に回答欄は次々に埋まっていった。やっぱできるんだな、ちゃんと勉強。結局今日の問題集もマナちゃんに30分ほどシャープペンを握らせる役にしか立たなかった。正解率はともかくとして、難解な現代国語を含む文系問題にこれだけ堂々と回答を出せるってことだけでも俺は驚いた。もういいんでしょ、ペーパーばっかでつまんない。あ、うん、実際彼女相手にペーパーテストなんてバカバカしい気がしてきた。でも、おお、どうして学校に行かないの？どうして家庭教師なんか雇うの？まあいいや、遊び行こうか。うわー、これはでも、うわー、気になるな。上2つはすごく地雷な気がする。遊び行こっか。合ってたよ。まあいいや、今日はもう終わり。もしよかったら俺と遊びに出る？またナンパ？藤井さん、そんなことばっかりやってるんだ。多分ね、今の上2つのこと聞いても嫌がられるだけで何も答えてくれないんじゃないかな。またって、俺がいつナンパをしたんだ。しかもそんなことばっかりだなんて言いかかりもいいところだ。ほんと最低。真面目なふりして女の子誘うんでしょ。いやいやいや、何言ってんすか。そんな男についてくのなんてバカしかいないわよ。それ弥生さんディスってんの？そういうものかな。一度も成功しないでしょそれ。いや、ナンパなんか。正直に言いなさいよ。成功したことないでしょ。いや、ないでしょ。ないの。うん、よし。いいキャラしてんな。身に覚えのないことを白状させられるなんて、まるで魔女裁判だ。俺はなんとなく居心地が悪くなって黙り込んでしまう。今日はもう終わりでしょ。あ、うん。尋ねる彼女に俺はあまり答えず、考えず答える。まあ今日はこれ以上何をやっても無駄だろう。次に来るときはこれ以上のレベルのものを用意しなきゃなんないんだけど。もういきなり何静かになってんのよ。藤井さん、私の召使いなんだから。召使い？勝手に暗くなんないよね。そんな立場なんだ。誰が召使いだよ。誰のせいで塞ぎ込んでると思ってるんだよ。もうちょっとだけ話し相手になってよね。いいでしょ、暇なんでしょ。ああ、勝手なこと。実際その通りなんだけど、今日はラジオ聞かないの？俺はこの間のことを思い出して尋ねてみた。長岡って誰？長岡って。教えてよ。俺自身 FM なんて聞かなくなって長い。やっぱりラジオは楽しく聞ける時期ってのがあるのかもしれない。うん、今日はいいの。今日のパーソナリティ最悪だから。生意気なのよね、いちいち。言われてるぞ、からしまみねこ。みねちゃん、いやでもあれ、ハートトゥーハートはよく考えたら深夜ラジオだったもんな。うん、関係ないんだろうな。なんかそのパーソナリティもこんなところでマナちゃんに生意気なんて言われてるとは夢にも思わないだろ。なんていうかね、新曲とかすっごいバカにした言い方で紹介したりね。そのくせに自分の好みでディスコ系のビッグネームとかすっごいプッシュするの。聞いてる？あ、うん。私はどっちかっていうとね、自分で歌ってる人の方が好きかな。あ、うん。昼の FM の人なんか知る機会がない。長岡さんとか出た。レポーターとかやってた人の。レポーター？レポーターの長岡？長岡出てくんね。レポーターちょっと司法感あるけど。でもさ、ひなやまりおちゃんが学生の時代じゃないですか、今これ。時期的に被ってるから司法は全く関係ないんだよね。でも気になるわ、長岡。それから彼女は永遠ラジオや音楽の話を一人で語り続けた。でリオちゃんって同い年だったもんね。そろそろ遊びに行こう。あれ、同い年だっけ。でもそうだよな、うん、あ、遊びに行く。不意に話を切り上げて彼女は勢いよく立ち上がった。じゃあ藤井さん、私出かけるから。あ、うん。
こっちの方でもちゃんとメニューを組んでいないんだ。どうやったってイニシアチブは彼女にある。難しいこと言い出したな。イニシアチブ、まあ最初のうちは親睦を深める意味でこんな風でもいいかな。言っておくけど一緒になんて行かないわよ。分かってるよ、深まってもないか。まあいいや、本当の家庭教師は次からだな。あ、次からじゃあちゃんとマナちゃんルートみたいな。じゃあお疲れ様。藤井さんもご苦労様でした。へえ、可愛らしいことも言ってくれるんだ。いや、俺別に疲れるほどのことなんて。すぐ本気にする。こういうの社交辞令って言うのよ、知らないの？知ってる。分かった分かりました。じゃあまた来るから、その時はもう少し頑張るよ。へえ、本気？そんなに不満そうな顔しないで。本気。まあ今日は適当に遊んできなさい。かわいいな。いちいちこのアナルボイスがいいですね。アナルボイスって、アナルボイスでブーはダメでしょ。戸松遥さんね。少し年上ぶっていう俺に彼女のブーイングが飛ぶ。まあいいわよ、適当にやるから。そのうち藤井さんだって準備とか嫌になってくるはずだし、そうなったら適当にサボってもいいからね。嫌なこと言わないでよ、可愛い教え子を。そうそうほったらかしにはしないからさ。いやいや、今までずっとほったらかしたけど。どうもありがとうございますだ。この顔よ。じゃあね藤井さん。それじゃ。なるほど、なんかいいね、毎週金曜日楽しいな家庭教師。こういう感じになるんだ。なんかもう本当に全然別のゲームみたい。アイドル関係ない。今のところ。いや長岡気になるわ。あ、いる、繁華街。ちょっと趣味の話を引き続きしてみようか。長岡の話題出てこないかな。ラジオもやってる謎の長岡。あー、芸能、芸能行ってみる。俺時々だけどテレビ局でアルバイトをしてるんだ。ふーん、バイトって AD とか？まあね、鋭い。力仕事とかお弁当とかジュース配ったりとか蹴られたりとか。蹴られたり、まあね。いやでも俺スタジオで大当たりだと。おっと、これは秘密だったな。鋭すぎる。何も蹴られるところまで気づかなくたっていいのに。それでまさかタレントに会えるとか。まあそれは会えるは会えるけど。やっぱり。やっぱりって？藤井さんってミーハーっぽいから。テレビ局でちょっと会っただけだってすぐ自慢しそうなのよね。しないよそんなこと。ちょっと会うだけじゃないんだけどね。付き合ってっからね。森川由紀とか尾形里奈とか。まさにその二人ですよ。二人とも抱いた。すごい、すび、教えてやりてえな。マナちゃんにマウント取りてえな。言いそう、すっごく言いそう。言えなくなっちゃった。いや別に自慢するつもりはないんだけど、ただ結構マナちゃんが喜びそうな話とかあるんだけどな。何？いやもう言わない。あ、何よそれ。怒ってる。俺でも今は正直森川由紀や尾形里奈より長岡が気になってしょうがない。なんだろうね、なんかこう意図的に苗字をかぶらせてトゥーハートファンを喜ばせるっていう。じゃあ彼女にでも会っておくかい。いや尾形、アキラでいいや。無難なアキラがやっぱ最高。芸能の話題が結構話聞いてて面白いから芸能のレベルを上げておきたいな。はい。あ、でも芸能のレベル上げるなら尾形里奈ちゃんとかの方が良かったか。11月17日。どうしよっかなあ。じゃあそんな尾形里奈ちゃん、いや英二さんの方がいいか芸能。いやいや里奈ちゃんだな。里奈ちゃん、マナちゃんに合わせたいな。里奈ちゃんだったり、あでもなんか尾形里奈エンドでさ、あのエンディングでアイドル辞めて家庭教師になろうかなんちゃらみたいな。合わせてみたいな。マウント取りたいわ。さて、会えないな、なかなかいないな。
あ、尾形里奈には会えないな。じゃあ雪にでも会っておくか。芸能を伸ばしてみる、とりあえず。芸能、はい。で、何曜日だ？水曜日だ。弥生さんが来るよ今日は弥生さんお願いします。ん？あ、何？あれ？何これ尾形里奈ちゃんの誕生日、誕生日こんなイベントあったっけ。へえ。でも里奈ちゃんの誕生日イベントはスルーしちゃった方がいいよな、多分な。今関係ないもんな。すまんな、里奈ちゃん。ユキに会っておくよ。そっか、こんなイベントが。あれ、でもなんで発生したんだろう。別に尾形里奈ちゃん好感度高いわけじゃないんだけどな。あ、芸能話せねえし。じゃあまあ世間話でいいや。じゃあ水木、明日なんだよな、家庭教師はな。里奈ちゃん、芸能の話しようぜ。これでとりあえずパラメーターを伸ばして、おお、伸びてきてるね。芸能レベル2入ったよ。世間話も芸能よし。で、今日は家庭教師だ。ちょっと毎週金曜日楽しみだな。よし、お家行っちゃうぞ。今日もどうせ睨まれるんだろうな、ドア越しに。さて、今日も誰も出ない。でもどうせ今日は家にいるに違いない。まったく、いるんだったら早く出てきてもらいたいもんだけど。今日は本当にいる巣なのかなと、玄関から一歩後ろに下がった時、かすかに覚えのある匂いがした。もう匂いで覚えてる犬か俺はあったかいみたいな、いかにも作り物っぽい美味しそうな香り。これはハンバーガーだな。そう思って振り返ってみると、もしかしてヤック？ヤックだろう。ヤック言ってたんだろう、マナちゃん。そこには息を殺して精一杯背伸びして、両手に革のカバンを振りかざす制服姿のマナちゃんがいた。彼女は慌ててカバンを背後に隠す。どうでもいいけど、このカバンをどうするつもりだったんだろう。その下には俺の頭しかないはずだけど。ぶん殴るつもりだったの？お帰りなさい。ただいま。何やってんのよ、藤井さん、人の家の前で。何って、家庭教師だけど。分かってるわよ、そんなこと。なかなか危険な子だな。すぐこうなんだから、この子は。今日は学校？どうでもいいでしょ、そんなの。そして足元に置かれた紙袋をさっと持ち上げて、食べ物を買いに出てただけよ。それを俺の前に突きつける。今日はちょっと食欲がないから、藤井さん半分食べてよね。ヤックだよね。さっきのいい匂いはここからだった。俺は袋を押し付けられて中を覗いてみる。確かに彼女一人じゃ食べきれない量だ。ドリンクが2本もある。2人分？誰か来る予定だったの？あ、ちゃんとこっちの分まで買ってきてくれたんだ。今日はお腹減ってたの？もう出れ始めてる、もしかして。ちょろいな、マナちゃん。藤井さんの変な顔見たら食欲なくなっちゃったのよ。そうよ、それよ。それよって、そんな。責任取って半分食べてよね。責任なんて言われると俺はこうしか答えられない。たとえものがハンバーガーでも。さっと買ってきてさっと食べちゃうつもりだったのに、いきなり藤井さんいるんだもん。なんでずっとぐちぐちごめん。あれ、でもわざわざ制服に着替えて出たの？もういいじゃない、どうだって。うるさいんだから。午前中の講習に出てきただけ、これだけなんだから。ほら、藤井さんも早く入ってよ。ポテトが冷めてふにゃってなっちゃうじゃない、ふにゃって。あ、うん、そうだね、ふにゃってなっちゃったら大変だ。なんだか間抜けな相槌を打ちながら、俺は彼女について家に入った。はあ。俺を部屋に入れてくるなり、彼女は、ねえ、今日はもう終わりにしない？今日制服バージョンってのがいいね。毎回家庭教師イベントは私服っていうわけではなく制服があるのが素晴らしい。何言ってんだよ、まだ何もしていないじゃない。じゃあ休憩。何もしてないんだってば。何よ、真面目ぶって。真面目とかそういう話じゃないよ、すでに。んで、
今日は俺の方のでタイムテーブルを組んできたんだけど、そこで俺は彼女をチラッと見て、今日はまなちゃん学校に行ってたみたいだから今日の講習の復習から始めることにしようか。つまんないです。早速だな。いいから今日やったところのノートを見せてみて。ノートなんか取ってないわよ。じゃあ教科書にマークとかしてないよ。そんなこと、なんで学校行ったんだよ。じゃあ何でもいいから今日の講習の内容が分かるもの。うるさいわね、もう。そう言って彼女はカバンからプリントを数枚取り出した。反抗期だな、はい、配られた分。反抗期には遅いけどな。面倒だったからそのまま持ってきちゃったわよ。お、えらい。よし、今日はこれを中心に勉強を。もういいわよ、終わったところだから。よくないって。どうせ講習が終わったら職員室に質問に行くなんてしないでさっさと自分だけで帰ってきちゃったんだろ。別にいいじゃん。いいよ、それはそのために俺が来てるんだから。さあ、わからないところがあったらどんどん質問して。ふん、先生っぽいね。今日はそれなりに家庭教師らしい仕事ができた。マナちゃんも今日のところはおとなしく机に向かっていてくれた。俺が考えていたタイムテーブルとほぼ同じ時間に学習に費やせた。外ももう宵闇に包まれてる。そんな遅い時間まで。今日はそろそろ終わりにしようか。お疲れ様、マナちゃん。疲れたわよ、本気で。そんなに無理ないスケジュールにしたと思ったんだけど、きつかった？何言ってるのよ。私これの前に学校に行って授業を受けてるんだから。ああ、そうか。その分時間を差し引くべきだった。何が、あ、そうかなのよ。言い方がいいな。少しは人のことも考えてよね。ずっと罵倒してくれる。妻の講習の後に二者面談なんかやらされてたんだから。二者面談？言いかけて彼女はしまったって風に言葉を切る。二者面談？そんなのあったの？あったっていいじゃない。何、先生と何の話？進路のこと？いろいろ。いろいろ？いろいろ？いろいろよ。いろいろか。学校でよっぽど嫌なことでも言われたのかな。かなり不機嫌な顔で俺を睨んでいる。あ、いや別に大変だったなって思って。気持ちこもってない。そんなことないってば。こういう絡まれ方は苦手だな。どうも。私のことそんなに心配？え？やっぱり心配なんてしてないんじゃない？いや、聞き返しただけだよ。そりゃ心配に決まってるじゃない。こういう時こういう返事しかできない俺。気になる？うん、気になる。ふーん。なんなんだよ、マナちゃん。じゃあ気晴らしにどこかに連れてって。お、今から？時間的に少し辛いかも。どうしようか。いや、行こうよ。あ、でもそうだよね、未成年だし、また今度って方が常識的にはいいんだけど。でも行きたいんだもんな。行こうか。あ、ピンピロリンじゃない。これダメなんじゃないかな。いいよ、それでマナちゃんの気分が晴れるんだったら俺どこだって付き合う。あー、暇なだけのくせ。どうなんだろう。そんなことない。俺だって俺なりに毎日時間に追われて。うんて、まあいいや、どっちだっていい、そんなの。で、どこ行くの？実際にこれで遊びに出かけるんだったらこれで正解だと思うんだけど。行かない。行かないじゃん。行かないのかよ。なんだよ。行かないの。いちいち聞き返さないでよね。もうこの子はめちゃくちゃ振り回すな。私眠いの。今日は朝から学校に出てたんだから。いや、それは普通。おまけに誰かさんが私の帰りを待ち伏せしてるし。ほんとに。そしてそのままベッドの上にゴロンと横になる。眠るね、私。制服で？ああ、うん。完璧に立場のなくなった俺は呆然と立ち尽くす。そんな俺を見て彼女はイライラしたように顔を持ち上げて。眠るって言ってんの。ああ、もうエッチ。なんでだよ。ヒステリックに叫んだ。ああ、そうか、着替えるから出てけって意味か。うん、ごめん。あ、じゃあ俺帰るから。彼女の罵声を浴びながら俺は慌てて自分の持ち物を片付ける。ほんとに？ごめん。文句が一段落したのを見計らって俺はドアに向かう。それじゃ、目の前で着替えてくれてもいいのにね。お金あげるから。あ、パパと呼んで、パパと。下明かりついてないんだから。そう言って彼女は玄関先まで俺を送ってくれた。優しいんだよな、ちゃんとな。
あ、でもちょっと待って、これやり直せる？あ、まだやり直せるな。これさ、遊びに行かないの方がよ、良いのかな。ピンピロリンになるかな。ちょっとやり直してみるか。クイックロード、なんか選択肢多いね、マナちゃん。むずいな。マナちゃん家に行って、ちょっと一気にスキップ。また今度ね。あ、でもこっちの方がなんか次の約束ができる。こっち、あれでもピンピロリンではないのか。今日はもう遅いから、また今度だね。何言ってんのよ、まだ夕方よ。何言ってるのって、こっちのセリフだよ。今日はマナちゃん朝から学校行ってたし、一日中勉強してたんだから、ちょっと休んだ方がいい。あ、でもいい、こっちの方がね、ちゃんと気を使えてる。誰がさせたのよ。だから今日はゆっくり休んで、また今度遊びに行こうってことで。これ次の約束になりそう。今度？俺の言うことなんてまるで信じてないみたいな口調。ま、いいけど、どうせ藤井さんすぐに忘れちゃうんだから。そんな勝手に決めないでよ。大丈夫、マナちゃんが今度行こうって言ったら完璧付き合うからさ。ふん、まるで期待してるって風じゃない。じゃ、今日はそうする。ああ、こっちの方がいいな。藤井さんの言うこと聞いてあげる。ありがとう。藤井さんも早く帰って、彼女とでもイチャイチャしたらいいじゃない。あれ、俺が彼女いるってこと知ってんだっけ、マナちゃんって。そんなことしないってば。てか会えないんだよ、したくても。でも彼女は自分で言ってて少し腹が立ったらしく。だから早く帰りたいんでしょ。どういうことだよ。いいわ、バイバイ、女の人によろしく。違うってば。なんだか暴走しやすい子だな。暴走。なるほどな、暴走娘。俺はそんなだらしない男じゃないの。そんな風に見てほしくないな。いや、今まで散々浮気しといて。アイドルにもマネージャーにも手を出して、今度は JK にも手を出すんだけどな。だらしない男じゃないのっていつまで言えるかな、東也くん。そう言いながら俺は帰る準備を終える。それじゃ。あ、待ってて。下明かりついてないの。で、ここ優しいんだよな。あ、ここ既読になるわ。そうか、ここから共通になるのか。今日はお疲れ様。そう言って家に帰ろうとした時、藤井さんと再び彼女に呼び止められてビクッとする。何？また今度ね。あ、かわいい。もう出れてる、ちょろい。マナちゃんちょろい。うん、俺は小さく手を振る。どうやらまた家庭教師に来てもいいみたいだ。そんなことを考えながら俺はアパートに帰った。あー、よかったたんじゃないかな。とりあえず選択肢は正解だったのかな。なんかほんと選択肢が毎週出るから楽しいな。よし、じゃあ今回ここまでですかね。とりあえず毎週金曜日ちゃんと家庭教師の仕事行くっていうのと、マナちゃんを見かけたら追いかける、ひたすら JK を追いかける。いやー、いいね、マナちゃんいいキャラしてるね。ただ今のところやっぱりその浮気感は別にないね。今のところ普通のギャルゲーだよ。今のところね。ただね、ホワイトアルバムのことですから油断はできない。どこで何をぶっ込んでくるのか、一切油断は気を抜いてはいけないですね。どうなんのかな、マナちゃんルート。きっとマナちゃん成長物語になって、いや、いい風に成長してくれればいいけどな。あと長岡って誰なんだよ。長岡気になるわ。志保、お前は何か関係があるのか。はい、では今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。